陛下に対し立て祭り再敬礼。あのね、国家君が代を奉唱。1、2、3。君が天皇陛下の風曲を報読。臣思うに、我が皇祖皇嫂国を始めること公園に、徳を立てること信仰なり、我が臣民欲中に欲望に、屋長心を一にして、身を注ぎをなせるは、これ我が国体の成果にして、教育の延元、また実にここに沿う、何時臣民不合に公に、平定に言うに夫婦愛わし、交友愛信じ、強権己を自し、博愛衆に及ぼし、学を治め、行を習い、もって知能を啓発し、特許を成就し、積んで公益を広め、政務を開き、常に国権を重んじ、国防に従い、一旦関係あれば義勇公に奉じ、もって天上無休の幸運を付与すべし、格のごときは一人臣が中央の臣民たるのみならず、またもって何年祖伝の威風を検証するに足らん。この道は実に我が皇祖皇嫂の威訓にして、子孫臣民の共に起因すべきところ、これをここに通じて謝る。これを市中外に施してもたらす。臣、男子臣民と共に献献供養して、皆、その徳をいつに宣告と行為願う。明治23年10月30日、余命行事。それでは、昭和天皇に対し立て祭り、感謝の心を込め、二拝二拍手、二拍手、一礼の正式参拝を執り行います。吉原で先導をお願いいたします。西次郎大東亜の権益においてかつて日本が多民族に近い征服されることはなかった堂々たる独立国家の証。天皇陛下万歳三唱。よろしくお願いします。前でお願いします。天皇陛下万歳三唱。天皇陛下万歳。万歳。では教憲、昭和天皇に対し立て祭り再敬礼。